はい、では皆様、こんにちは、今ご紹介に預かりました茨城高等学校中学校チーム A ということで、この言われ方は初めてなんですけども、はい、A と A チーム、B チーム、どちらが上、どちらが下ということなく、対等で、今日お届けしたいと思います。紹介にもありましたけども、普段中学生と高校生が一緒に活動しています。で中学生だけのチーム、高校生だけのチームっていうふうにもうちょっと考えたんですけども、今回はこれだけ、広い場所で演奏させていただくということで、高校生と中学生を、縦割りにして、それで2チーム作りました。本来であればこの時期は吹奏楽コンクールに向けて最後の追い込みで、頑張って活動している時期なんですけども、残念ながら今年、吹奏楽コンクールが中止になってしまいました。例年県代表になると9月まで高校3年生は活動するんですけども、今年に限っては先日、高校3年生が引退をしました。なんで今日は、高校2年生以下、中学2年生から高校2年生までの新しいチームの一番最初の本番となります。この本番が、こういった場所で演奏させていただけるってことはすごく感謝をしております。まだまだ聴かせる演奏、見せる演奏難しいかもしれないですけども、せっかく今お時間をいただいて来ていただいた皆様のためにできる限りの演奏をしたいと思いますので、どうぞ最後までお楽しみいただければと思います。 A チーム5曲演奏します。まず3曲続けてお送りしますけども、一番最初ディズニーでも同じでもおなじみのファンタズミックファンファレを演奏します。で2曲目、今回ちょっとタイプ違う曲をたくさん用意しました。テスト明けが13日、そこから10日余りで練習したんで、週に1回部活ができない日がありますので、 A チーム、B チームそれぞれ4日間ずつ、はい、という短期間でちょっと頑張ったんで、なかなか思うようにいかないかもしれないですけども、お楽しみいただければと思います。タイプが違う曲です。2曲目はパプリカですね。3曲目は、ビートルズですね。もうブラディオブラダ、ちょっと古い曲ですが、すごい名曲なんで、聴いていただければと思います。それではよろしくお願いします。Thank you.
ね、3曲をお聴きいただきました。あと2曲、あります。去年我々ディズニーシーの方で、コンサートをさせていただく機会があったんですけども、今年も5月に出場予定でした。ただ、まあ、今の、ね、状況で、残念ながらディズニーが閉園になってしまって、我々も演奏の機会がなくなってしまったんですけども、またいつか夢の国で演奏できればいいなというふうに思っています。で、その時に、まあ、ディズニーランドなんで、まあ、ディズニーの曲を結構演奏するんですけども、次、もう一曲ディズニーの曲をお送りしたいと思います。モアナと伝説の海という映画がディズニーの映画ありましたけども、その中の主題歌どこまでもという曲をお送りします。で、一番最後前に譜面台が3本並んでるんですけども、トロンボンナンザーっていう、これもちょっと古い曲です。ちょっとトロンボン今高校2年生3人いましたんで、ちょっと目立つ曲やってみたいなと思って、トロンボンナンザーっていう曲を最後に用意しました。なかなか今回縦長なんで後ろの方まで、音が届いてるか不安ではあるんですけども、最後まで一生懸命演奏させていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。残り2曲お楽しみください。Thank you.
ました。茨城高等学校、茨城中学校、吹奏楽部チーム A の皆さんによるパフォーマンスでした。今一度大きな拍手をお送りください。